はい、こんばんは。こんばんは、ヘマールでございます。別に大したネタじゃないんですけど、ちょっと撮影の合間、電車待ってるんですけど来ないんで、暇なんで撮影してあります。こちらの踏切が今城町の山田道踏切ですね。ここの、まあ、踏切がなんとなく味があったんで撮影です。で、パッと見たら、これこの踏切ってこういう看板なんですね。12月16日から13月15日までは車両通行止めで、下は大型車はこの期間通れませんって書いてありますね。あんな看板珍しいんですけど、でここの踏切は若干味があるというか、この踏切実はこの現行の線路と廃線の接続点であります。で、踏切もなんだろうね、この表示板は LED なのに、この使ったるこの支柱はサビサビというね、これ全部変えりゃいいんだよね。で、このクロス看板も古い感じです。で、ここのこの柵というか、コンクリ柵というか、これもまあ昔当時ものですな。で、なんか微妙に、なんていうんやろ、この使い回しが多いというか、経費かかってないっていうか、これもここの部分のベースはめちゃめちゃ綺麗やのに、ここの棒に関しては昔のまんま使ってるって感じですね。まあまあまあ、リサイクル的にはいいんですけどね。で、これが現行線ですね。そしてかの昔明治の時代はここを境目で旧線になっていまして、この先にトンネルがあります。それはまあ本編の動画で見てください。ここもこんなんよね。あ、こっちは360度型じゃねえわ、この全体型の形、あれなんだね、蛍光灯なんですね。これはまた珍しい。で、ユニット方向ユニットはこれはまあ新しいか。ねえ、ここ不思議だよね。ここのこれまでやればいいのに、ここもやってないですね。不思議なもんです。どんだけハイブリッド。まあいいんですけどね、これはまあ使えるものは使った方がいいんですけど、でも相当な差があるんだよなと思ってました。で、警報器のスピーカーも割れてまんな、なかなか。で、台座も古いと、もういい感じです。で、今現在は車両通行止め期間なんで、でっかいこれが続いてますね。だから多分夏場になるとこれ外されるんじゃないかなと思います。はい、まあ小ネタですけども、こういった感じのこともあるっていうことで、今電車を待って暇つぶして撮影してみました。そんだけのことでございます。それではおやすみなさい。フェマルでした。ありがとうございました。バイバイ。電車来んかな。電車来ないとクロージングができない。バイバイ。